てのトーク会ということで、一人です。ちょっと若干の緊張感とともに話し始めていくんですけど、現場の雰囲気、すごいもう雑談8割みたいな。でもすごい楽しい現場で、撮影します、はい終わりです、次行きますじゃなくて、雑談がすごい8割9割かな。もうなんか結構最初の段階から緊張はどんどんほぐれてたので、おかげさまで楽しく撮影させていただいております。そうですね、これマジと言ったらやっぱり私の中で土井さんのインパクトも、皆さんもそうだと思うんですけど、土井さんのインパクトがすごい強くて、いや、やっぱりどのお話でも土井さんと私和解したことがないんですよね。もうなので、いつかね、みんな仲良しイエーイみたいなのそんな展開になることを期待してます。あ、でもちゃんとね、裏ではね、優しいお兄さんなので、裏でも怖くない、裏では怖くないですよ皆さん。ちゃんと撮影の合間とかね、すごいオタクトークを一緒にしたりしてます。それでは今回も映像を見ていきたいと思います。やっぱり最初の、一番最初のストーカー男のやつが印象に残ってるので、あれが見たいですね。じゃあ今から見ていきます。3、2、1、わあ、このシーン、うまいですね、普段から寝坊してますってめっちゃ言われたシーン。いやー、これはちょっとやばいな、バレちゃったなと思って、下手にやっとけばよかったなんて思いながら撮影しました。走って、怪しい人影が、うわー出た。このシーン本当に下から見てるのすっごい怖くて、でもこの撮影カメラが回ってない時も一応ピースしてきたりとか、ウェーってやってきたりとか、すごいお茶目で。表情するのうまい、本当に。出た、インターホンのシーン。これもめっちゃ怖くて、でもやっぱ位置調整するときに、もうちょっと前でとか言うと、テクテク出るか？どうも、そう、ここカメラの位置調整をするときに、もうちょっと前でとか、すいません、もしもしお姉ちゃん、今すぐ会えない。またお茶を召し、ストーカーは、そして、うん、大丈夫大丈夫、とっても頼りになりそうなお姉ちゃん、来てるよ後ろ来てるよ。
すぎる。もしもあのすごい何回かちょっと土井さん多分十何回倒れ込んでます俺ストーカーじゃないんだって。これ渡したかっただけだから。かわいそうなストーカー、かわいそうなストーカーじゃない、ストーカーって言っちゃった。ストーカーじゃない、ストーカーじゃなかったんですけどね。痛いよ、助けて。誰か助けて。楽しい撮影でしたこれは。いやー見終わりましたね。いかがですか皆さん。いやなんか初回から濃すぎませんかね本当に。なんかもっと私が想像してたのはザ・青春みたいな、好きです、僕も好きだよ、わーわー付き合おうみたいな。そうなんか最初にオーディションをさせていただいた時にそういうのだったんですよ。ザ・青春王道みたいなのをさせていただいたので、あ、じゃあ本番1話目はこういう感じなのかなと思ったら、もうドカンブワーみたいな。あれあれって2回見ました本当に。でもあのちゃんとね青春回もあの初回ではなかったんですけど撮っておりますので、そちらもね見てぜひキュンキュンしていただけたらと思ってます。あとあのケルシー、ケルシンはあの私が蹴ってて、でもあの最初本当に足が上がんなくて、まあ、どうしようこれどうしようって思ったら教え方が上手で、カメラアングルとかであの音程もちょっと上がってないかもしれん、いやかもしれないけど、それっぽくなってたよ。私はもうあの最初の撮影で皆さんのポジションというかなんて言うんだろう、印象がバッと、みんな印象強いんですよね本当に。スタッフさんも含めキャストさんも含め毎回ねオチもしっかりしててすごい面白いので、ぜひ皆さんも今後もねどんどんあのアップロードされていくと思うので、ぜひチェックしてみてください。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。Can't fight this, and no one.